ようこそ恐怖の時間へ。私の予言通り、あなたはまたここに足を踏み入れましたね。さあどうぞ、そこがあなたのための指定席です。どんなに怖くても途中で立つことはできませんよ。もうあなたは恐怖の時間の虜になったんですから。ミッドナイトコール。ユカとは高校に入ってすぐ知り合いました。とっても気の合う友達で、学校にいる間はもちろん放課後やお休みの日なんかも一緒に出かけたりして、本当に何でも話し合える仲でした。私たちくらいの年頃の子ってみんなそうだと思うけど、電話でおしゃべりするのが大好き。昼間学校で会ってても夜になると電話で取り留めのない話をして、ついつい長電話をしてしまうんです。でもそれがあんなことになるなんて。あれは今から半年くらい前のこと。その日も夜12時過ぎだったかな。ゆかの部屋へ電話をして、30分以上もおしゃべりに夢中になっていました。それで結局ゆかはクリスマス、ケイチ君に何をプレゼントするの？だからね、今年は手編みのセーターに挑戦しようと思って。ゆかってそんなに器用だったっけ？もうとにかく明日の帰りに毛糸を買いに行くから付き合ってね。やだ、信子ったら変な声出して。え、今の私じゃないわよ。ねえ、電話が混線してるんじゃない？それならいいけど。誰か、誰か来て。また聞こえた、気持ち悪い。何にも聞こえないわよ。ゆうか、気のせいじゃない？嘘、ずっと続いてる。信子聞こえないの？じゃあ一旦切ってまた後で話さない？今度はゆうかから電話してね。ところが、いくら待ってもゆかからの電話はかかってきません。さっきのおかしな声とゆかの様子も気になるし、また私の方からかけてみました。もしもし、どうしたのゆか？なんでもないわよ。私今から出かけるところだから。出かけるってどこに行くの、こんな時間に。早く、早く来て。分かってる、すぐ行くわよ。ゆか、誰に言ったのね、何があったの？分かってる。ゆか、どうしたの？ゆか、もしもし、もしもし、もしもし、ゆか、もしもし。私には聞こえない誰かの声に応えているゆか。出かけるって一体どこへ？その後何度も電話をしたけど、ゆかは出ません。確かめようにも、こんな夜中にゆかの家まで行くこともできないし。翌日学校で夕べのことをゆかに確かめようと思っていました。ところが、それどころではなかったんです。ゆかはその日の早朝、自宅から20キロも離れた大きな橋のたもとにある電話ボックスで倒れて気を失っているところを通りがかりの人に発見されました。自分の名前さえ言えないほど取り乱していて、上ごとのように怖い、怖いとつぶやいていたゆかは、
もはや心神喪失状態だったそうです。途切れ途切れのユカの話をまとめてみると、彼女はあの電話に忍び込んできた何者かの声に誘い出され、20キロの道のりを無遊病者のように歩いて、気づいた時には電話ボックスの中で倒れていたということです。そしてユカは精神状態が安定するまでということで、半年経った現在もまだ病院で静養を続けています。でも全ては未だに謎のままです。あの晩ユカを呼び出した声は一体何だったのか、何の目的で彼女をあんな場所に導いたのか。あの川に身を投げて亡くなる人も多いと聞きますが、それとあの声の主と果たしてつながりがあるのか。一緒に電話で話していた私にもそれを知る術はありません。ただあれ以来私は夜中の電話だけはしなくなりました。もしもあなたの部屋に夜中に電話がかかってきたら、十分気をつけてください。闇からあなたを誘う不気味な声が電話に忍び込んでくるかもしれません。そしてただ一つ私に分かっているのは、その声の命令には決して逆らえないということなのです。もしもし、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 もしもし。人形は見ていた。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございました。まもなく閉店のお時間でございます。本日は私は M デパートの紳士服売り場の担当でした。夏の初めのある日、残業を終えて帰ろうとした時のことです。同僚の陽子が非常階段の方へ歩いていくのを見かけました。陽子、声をかけた私に気づかずに陽子は歩いていくのです。確か定時にお疲れ様を言って帰ったはずなのに、歩き方もなんだか少し変です。私は気がついたら陽子の後を追っていました。陽子は何かに疲れたように急ぎ足で私たちの職場である紳士服売り場に向かっているようでした。私は陽子の気配に声をかけづらいものを感じて少し離れたところで見ていました。閉店後のデパートは店員でも立ち入ってはいけない空間です。薄青い光の中に息を潜めている商品たち。広いフロアには人影はなく、ただマネキンの影だけがぼんやりと浮かび上がっていました。陽子はそのマネキンの中の一つの前で足を止めました。そしてマネキンを抱きしめるのです。ええ、本当にそんな風でした。なんだかボソボソと声を出して、まるでマネキンに話しかけているようです。口づけまでしています。わけのわからない陽子の行動を見ているうちに私は怖くなりました。帰ろうとしたのですが、金縛りにあったように全身が締め付けられて動けないんです。息が苦しくて。陽子は私のうめき声に気づき、あたりを見回して足早に売り場を出て行きました。一人残された私は全身が冷や汗でぐっしょりと濡れていました。私は
恐る恐るゆっくりとマネキンの方に近づいてみました。なぜ、どうして。マネキンに手を触れてみました。誰だ。懐中電灯を持った警備員の声に驚いて、私はマネキンを倒してしまったのです。その衝撃で割れたマネキンは、男の死体だったのです。状況から私が疑われたのは言うまでもありませんでした。私の証言をもとに陽子のアパートに事情聴取に行った刑事が、写真立てに陽子とマネキンそっくりの美しい顔をした男とのスナップを見つけて、事実が明るみに出たそうです。恋人の心変わりにカッとなって殺してしまった陽子は、確実に隠せて、しかもいつでもそばにいてもらえる方法として、死体をマネキンにして売り場に置くことを考えつき、専門書を手がかりに自分で作ったそうです。今では私は配置替えで婦人服売り場担当です。でもこれからも決して閉店後売り場に戻ることはないと思います。龍の鏡。ようおいでくださいましたな、遠路はるばる。こんな山奥で何もございませんが、ここにお泊まりになることになったのも何かのご縁ですじゃろ。どうぞゆっくりと泊まっていってください。さあさあ、お寒いところ歩いてこられたんじゃ、ゆっくりお湯にでもお入りになってください。湯殿はな、その奥じゃ。どれ、ご案内しましょうか。どっこいしょ。何、昔語りが聞きたい。とは言ってもこの辺りはほんに何もないところで。そうじゃ、じゃあこの村に伝わる龍の鏡の話でも一つ聞いていただきましょうかな。その昔この村に大層美しい姉妹がおっての。そうそう、ちょうどお嬢さん方のような若くて美しい姉妹じゃったそうな。二人は家に代々伝わるという龍の鏡で、こう髪をな、お互いに言うのが毎朝の習わしで、昔の鏡というのは今のようなものとは違うて、青銅をこうつるっと磨いたものでできておって、合わせ鏡になっておった。で、なんじゃったぞ龍の鏡。それはな、取り付いた悪霊を払い、幸せを呼び、美しさをもたらすという言い伝えのあるその家の宝物だったそうなんじゃ。そうこうするうち、姉娘が隣町の庄屋に見初められての、嫁入りの話が持ち上がった。ところが姉娘には好いた男がおって、気の毒に思った妹娘が、ちょうど姿形も似ていることじゃしと身代わりを買って出たんじゃ。今でこそ隣町といえば車で数時間じゃが、当時の娘にとっちゃ根性のお別れじゃ。嫁入りの日、姉娘は妹に、辛いことがあったらこれを見て私を思い出しておくれと、
竜の合わせ鏡の一方を妹に渡しての。ところが幸せを呼ぶ鏡も一対でこその合わせ鏡じゃ。竜の怒りに触れたのかどうか、妹娘の婚礼の行列が、あのほれ、あんた方が来なさるとき通りなさったろ、村外れの谷へな、吊り橋が切れて。それからじゃ、姉娘の身に不思議なことが起こり始めたのは、いいなずけのもとへ嫁いで幸せに暮らしとった姉娘が鏡を覗くと、こう後ろにな、現れるんじゃ、妹娘の顔が。ちょっと毎朝毎晩姉さんの髪を言うてやった時のように、姉娘の左肩にな、ぼーっと現れる。姉娘はな、自分だけ幸せに暮らして妹に申し訳ないと、見る間に痩せ細って半年もせぬうちに亡くなってしもった。ご亭主もな、そんな不吉な鏡は見たくないと言うてな、神社に預けてしもった。お坂部神社というところじゃ。と言うてもな、今はほれ、あんたらの後ろにあるその庭、そこに小さな祠が残されとるだけじゃ。この村もすっかりさびれて、かつては神主をしとったこの家も、今はこうして旅のお方をお止めするのがなりわいでございますじゃ。鏡？ああ、鏡ですか。ござりますよ。この家に奥のな、一部屋に鏡の間を設けておいてござります。お前さん方、変な気はお子さんほがえ、くれぐれもあの部屋には入りなさらんほがえ。さあ、もう夜も更けた。年寄りはどうも夜がつろうての。申し訳ないが、炉の火もそろそろ消える。お前さん方の部屋にはストーブも入れてある。どうぞゆっくりお休みください。どれ、私も失礼して。おはようござります。どうです、ゆっくりお休みになれましたかね。ああ、そりゃよかった。風も止んで天気も上々じゃ。村の門が来るまでお送りしますので、それまでゆっくり朝ごはんでも食べて待ちなさるがええ。お前さん方、ゆうべお入りになったのか、鏡の間に。で、鏡には一人の姿しか映らなかったって。そうですか。気をつけて行きなされよ。気をつけてな。不思議なもんじゃ。見るなと言えば言うほど鏡というのは見となるもんらしい。一人の姿しか映らなかった。そんなはずはない。そんなはずがあるわけはない。あの部屋に置いてある鏡は遠の昔に錆が浮いて何も映らなくなっているんじゃから。天気じゃが、何事もなければよいや。なまんだろ、なまんだろ、なまんだろ。